今日はみんながいつもよく飲むジュースでとっても大きなグミを作ってみるよ。食べきれないほどの巨大なグミなんて楽しみ。こんな大きなグミが作れるのかな。みんなで協力して頑張って作ってみよう。モフルが作り方を教えちゃうモフ。まずはボールを用意して、このボールの中にペットボトルのジュースを入れていくモフ。シュワシュワ、おいしそうモフ。ボールの中にジュースを全部入れ終わったら、今度はゼラチン 30g を入れていくモフ。このゼラチン6袋が 30g モフ。6袋を全部入れていくモフ。1、2、3、4、5、6、ゼラチンを全部入れたらスプーンで溶かしていくモフ。わわわ、シュワシュワモフ。甘い匂いがするモフ。いけない、入っちゃったモフ。甘い匂いがするからってグミの中に入っちゃいけないモフ。もうモフルンってば食いしん坊なんだから、塊がちゃんと溶けるようにスプーンでよくかき混ぜるよ。なかなか溶けない場合は電子レンジで少し温めると溶けていくよ。電子レンジで温めている間に、このペットボトルのこの部分にカッターで切り込みを入れておきます。みんなはカッターを使うときは本当に注意してね。大人の人と一緒じゃないとカッターは使っちゃダメだよ。こんな風に切り込みを入れたら、切り込みを入れた部分をセロテープで貼っていきます。セロテープでしっかりペタッと貼ったら、あ、電子レンジでグミの素が温まったみたい。ドロッドロに溶けたグミの素を、塊がないようによくかき混ぜて、ペットボトルの中にこぼさないようにゆっくり戻していきます。ボールの中身を最後まで入れたら、キャップを閉めて冷蔵庫の中でしばらくの間冷やします。どんなグミが出来上がるのかな。冷蔵庫の間でしばらく冷やしてる間、みんなで遊んでよ。わーい、巨大グミ楽しみモフ。でもこれだけじゃなくて、もうちょっと変わったグミにしたいモフ。そうだ、ここにあるリンクルステッキやリンクルスマホも入れてみるモフ。
インテルスマホも入れてみれまふん。このインプルストーンは入るもふか。サイズ的に入らないもふ。こっちも入らないもふ。しょうがない。キュアミラクルとキュアマジカルのこのハートのプレートも入れていくもふ。これなら入るもふ。リンクルステッキもう一本ずつあるからこれも入れちゃうもふ。どんなグミが出来上がるかとっても楽しみもふ。蓋を閉めて、よし、冷蔵庫に置いてくるもふ。グミが固まったペットボトルを冷蔵庫から持ってきたもふ。ボブルンが入れた魔法のアイテムもいっぱい固まってるもふね。このペットボトルのセロテープをつけたところからテープを外して、このカバーも切り取って、ここの隙間の部分からハサミを入れてペットボトルからグミを取り外してみるよ。チョキチョキ。プリキュアペットボトルグミの完成。グミを触るとものすごくプルプルしてるよ。アイテムもいっぱい入ってるもふ。プルプルしてて面白い。とっても美味しそうなグミだよ。ペットボトルそのまんまの形だね。このグミを包丁で切ってアイテムを取り出してみるもふ。グミを切ってみるよ。それ。よいしょ、よいしょっと。アイテムはあるかな？ここにはないみたい。あ、この後ろに。よいしょっと。アイテム発見。リンクルステッキが入ってたよ。今度は上の方も切ってみるもふよ。よいしょっと。ここからはどんなアイテムが飛び出すもんか。あ、リンクルスマホもふ。それからキュアマジカル。グミはぷよぷよしてて早く食べたいもふ。いただきます。もぐ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 。おいしいもふ。いろんなアイテムが入ってる私たちのペットボトルグミ、たくさんあるからみんなでいっぱい食べちゃおうと。いただきまーす。パフー。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は
このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。